はい、こんにちは、こんばんは、勇者です。さあ、オープニング見ていただきましたが、ロックマン6いきたいと思います。史上最大の戦い、オープニングのあのラッシュの可愛さが際立つと。はい、ファミコンのロックマンの、ラストですね、6最終作ですね。どうでも、はい、じゃあ行きますか。久しぶりの僕アクションなんで若干不安なんですけど、ロックマンシリーズはこれで完全攻略となります。よし、行こう。さあ、でちょっとね、一応情報としてはボスのいつも通り弱点だけ確認しているのと、あとは特殊な、アイテムがあるみたいなので、それも取りながら行きたいと思います。じゃあ最初どこから行こうかな。1個目はね、意外と難しいんですけど、これでもいい。リザードマン行きましょうね。うわー、なんかすごい、さすが最新作。ラッシュがいない、ラッシュがいません。ためはできるね、ためはいける。強い、いきなり強い。3、6、1、また勝ちか。はい、なるほど、この方はどういう、あーなるほどね、ワンプあるけど、なんか壁があるね。あれ絶対無理やんな、多分落ちますよね。やめとこうか、いかんとこか。しまったな、上行かないとダメだったパターンですかこれ。あー、なるほど、なるほど、なるほど。あ、なんもないんかい。うわ、なんか壊せそう。あれ壊せそう。ということは後でもう一回来なあかんパターンかな。あれ壊せそう、ひび割れてたな。あ、なんか能力取ったら来ましょうかね、もう一回。ここも多分くそー、全然最初に来たらあかんとこやん、これ間違えましたね。まあ、攻略の順番いろいろあると思うんですよ、もちろん最適化、最適な最適解があると思うんですけど、もうそれはもうしょうがない。うわー、ロックマンで一番だるいパターン出ました。あーっつあっつ、おいっつあい、ちょっと落ち着いて、いか、どういうことやねん、どういうことやねん。ハリ、あー、なるほど、なるほど、挟まれたら終わりなわけね。危な、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 これ降りたらハリで刺さる。どうすんね、どうすんね、これ。あかん、あかん、危な、危、あぶあぶ、これ意外と分かりにくいんすよ。ちょっとあの氷どうやって壊すのよ。氷壊せるようになってから来たいわ。腹立つな、ここ。ここきついで。食らっていこうかな。食らってもう行っちゃった方がいいしかね、これ。こういう感じで。この方が安全ですよね。危ない危ない。うわ、いかある、わいかる、あっつ、ほい、はいはい、よっしゃ、うん、ここか
からのこう、こう、こう、こう。はいはい、オッケー。一回やろう。滑る！滑る。はい、しようかな。ちょ、微妙に処理がね、処理が遅いのよ。処理が超遅い。やめてやめて。よっしゃ。あかんで。あかんで。なる思ったわ。なる思いましたわ。死のうかな。ちょっとこれ間違えてる絶対。違うとこ行かんと。多分倒せないんで、ちょっと自殺します。やめましょうこれ。これ後や。ここは後です。あれを壊せそうなやつやから。どれがいいかな。どれもわかんないですね。ナイト、ヤマト、プラント、トマホーク、ウィンド、フレーム、フレームマン。火で溶かすみたいなイメージで。はい、先これいきます。かっこいいな。うわ、オイリー。超オイリーですこの水。ほら、だいたい寝起きにこういう感じの髪の毛になってますけどね。それぐらいのオイリーさ。これもしかしたら火を落としたら燃えるんじゃない？ほら、知ってた。なんとなく想像がついた。音楽かっこいいっす。うわ、こういうおもちゃあったな、昔。ガチャガチャでこういうおもちゃありましたよね。あれ？いいね。はい。こういうおもちゃあったわ。あのね、なんか半月系のね、危ない危ない危ない。あったでしょ、こういうの。半月の。あれ？あれ？あ？なくなった。なくなったで。最悪や。あー最悪や。で、なんかね、裏向けて時間かけて置いといたら、なんかポヨンって弾くやつ。懐かしい。よく昔遊びましたよ。今から考えたらクソしょうもないですけどね。なんかビニール製のテコって音になるやつ知ってるかな。知ってたら確実におっさんやと思うけど。よし、これでも僕このロックも多分やったことないんで、一回も完璧に初見です。落ちたら即死でしょうかね。ちょっとわかんないです。燃やすなや、もう。いいか、いいか、星は。うわうわ、取りに行くか。ダメージ覚悟で取りに行こう。うん、落ちる。ボス前まで行けてたのに。超ギリじゃん。まあいいまあいい、そんなに難しく。うわマジで。もうこれもうトラウマになるんですよね。これビビるんですよ。次からジャンプがめっちゃ怖くなるんです。うわ、今のもたどり着けへんかった。超怖い。そうでしょう。早くも痛恨で
あれ？全然あかんやん。いやきついわ。ラッシュコイルないからジャンプ補助がないんすわ。ちょっと最速で頑張ります。やっぱりでも火の海に落ちると一撃か。まあそれは分かってた。厳しいな。ジャンプがやっぱ難しいっすこのゲーム。ね、出たー。よし、ナイス。よお、奇跡のツーアップ。流れはいい。もう中間地点。おお、奇跡のスリーアップ。すげえ奇跡や。ちょっと待って、ジャンプ怖いわ。うわ、おお、いけてへんな。大丈夫かな。なんでこんな僕ジャンプ下手くそなんやろ。いつもジャンプで苦しんではいますけどね。おい、ぐらいならいく。取って。でもこっから落ちるか落ちないかの勝負ですからね。危ないな。ギリちゃんが下手くそですね僕。よし、どこやったっけ。ミスった。この次か。うわ、ここか。ふっ、よっしゃ、いった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 。イーカン2つあるでしょ。で5機あるんで、じゃあ様子見でいっか。倒せそうならもういい感じ使っちゃいます。出たな。さあ、まずの動きを。うわわわわ、うわ、無理や、無理や。出てくるポイントがわからん。おいしょい、ほい、おいしょ、いける。あの出てくるポイントは火柱が立ったその直後にいれば多分当たらないと踏みました。あとは動き的には遅い。いけるいける、勝負。食らっとるがな、食らっとるがな。何がいけんねん。波動拳、波動拳、波動拳からの恋。全然やん。近い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 。どいて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 。近い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 。よいしょい。決まってるんですね。うん、はい。さあ、無駄な戦いはやめましょう。きっちり倒そう。近いよ。壁にも跳ね返ってきよんのよね。ちょっとした若島津くんなんですよね。うわー、くそ、攻撃のタイミングが難しい。着地直後。2、3、はい。あー、よっしゃ。あー、結構強かった。苦しい苦しい戦いやった。オッケーオッケー。まあ最初が一番苦しいんですよね、やっぱ。これで、火の、F ブラスト&ラッシュパワーアダプター。ああ、火弱そう。何これ、焚き火やん。弱そうな技ゲットしましたね。ん？何これ？ワンアップや。
あとでもう一回行ったらワンアップできるのかな。じゃあ、ビッグキブリザードマン行きたいと思います。まあ、ニックキというかボスまで行ってないんですけど、多分こいつ、フレームブラストが効きますんで、さあ、参戦しましょうか。なんなの？これはフレームブラストで燃やせると僕は踏んでるんですけどね。これは。これ何これ？何あれ？ほら！当たった当たった。あれ？よし。はい、お約束。はい、お約束。出た出た。これ何？おお、おお、パワーラッシュ、パワーロックマン、なんじゃこれ、おお、おお、おお、これいいじゃない、ドツクみたいな、強いけど攻撃の範囲がちょい狭い。あんねや。いや、おもろいですね。これでいきましょうか。特にそのマイナスはないみたいなんで。あ、スライディングできない。スライディングできへん。めちゃくちゃマイナスやんけ、これ。スライディングできんのか。めっちゃポイ投げるんですけどね。まあいいか。ボス戦ですね、やっぱ使うのは。オッケー。あ、しまった。あ、しまった。もしかして、あのパワーで壊せたとか。しまった。どうしよう、死んで戻るか。そこまでせんでいいか。まあいいか。また、もし取り逃せそうな感じだったら、ちょっと戻ってくるで。いいでしょう。カーリングみたいなやつが距離をカーリング、これを壊せるかどうかを試しておきたい。これを壊せるかどうかを試しておきたい。まずは火、壊せない。そしてパワー、壊せる。あ、壊せるわ。はあ、やっぱりや。わわわわわ、やっぱりやで。このパワーロックで、パワーロックマンはなかなか使いどころが多そうですね。きたきた。パワーロックマンいきます。いちいちこのムービーいらんねんな。パワーロックマン、パワーあんまりやな。パワーあーつ、パワーこれパワーを使って、うわ危ないな。これスライディングいかないと無理でしょ。切り替えて上がってきたタイミングで、おーっと、あれ、来た、よしよいしょ、オッケーオッケー。これはこういうこと。安全に安全に、よいしょ、オッケー。ふう、ドキドキするわ。ここや。あの3を、壁際の3を押して、
回多分戻らないとダメージ食らうんですよね。ダメージ食らって落ちるんですよね、多分ね。多分だからこれを押して、あー危ない、こういうことか。オッケー、いけた、よし倒す、いっちゃうよ。残り半分ですけど、なんとかなるでしょう。すごい、スキーや、ワンガンスキーや、出たな、ワンガンスキー、おったった、出たな、ワンガンスキーや、全然効かない。かわせる、これきつくね。ワンガンスキーや強いわ。だろうかこいつの威力。はあ、おお、なんか吹っ飛ばせる。ほらほら、近い、間合いが近い。ほらゴリ押し、ほらほら、貯めるとちょっとさらに間合いが近くなっちゃいますね。貯めた場合はなかなか特殊な武器ですね。貯めないともうちょっと飛ぶんですけどね。ユーゲット B アタック、なんやブリザードアタックか。あーうわー、わけわからんな。打ってるモーションが後ろから飛んでいく。はい、次がプラントマンいきます。気持ち悪、絶対毒あるわ。さて、カブトや、カブトが出てきました。うわー、イナゴ的な、バッタ的な。そも気持ち悪いわ、僕バッタめっちゃ嫌いなんですよ。あーもうバッタ嫌いやから、どいてほんまに。でもええからええから、毎回ええから、ドン。連打も効くからね、結構強い、ね、こいつ。よいしょ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 、おっといた、絶対取らなあかんか。あーリセットが使えなくなってるな。あいつね、リセット技が使えるんですけどね。ゴリライモン、このゴリライモンが来とる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 よ。よし、ゴリライモン撃破。ちょっと回復したいな、はい、そんなに飛べへん、そんなに飛べへん、痛い痛い痛い、もっと飛べへんのかな。飛べへん、そんなに飛べないです。あー来た来た、反動を使うか、なるほど。ちょっと一回戻します。おるわバッタ、おるわバッタって、ほんまのああいう感じで潜んでますからね。くっそ腹立つなこいつ、ほんま危ない危ない危ない。よし、またか、ゴリライモか、ゴリライモ。危ない危ない、死なへん死なへん、これ死ぬ。あっあっあっ、うー奇跡。いや、奇跡はいいんすけど、これ回復しないと。回復アイテムが落ちてこなさすぎるような気がするから。
これでここでちょっと回復しますか。よし来た。もう一回ぐらいは攻めて。よし。これで大丈夫でしょう。危ない。どこも難しいんですよ。めっちゃシビアやから。あ、押しっぱなしか。よしよし、分かった。押しっぱなしだと飛べます。危ない。分かってたよ。それは分かってた。おーち。うわー、危ない。ピカピカしてますね。なんやろね、あれ。なんかピカピカしてるよ。絶対なんかあるもん。あ、回復の花や。優しい。うわー、最悪。最悪の罠やな。まあ、よくあるパターン。まんまと引っかかった形ですね。パターンのやつ。うわー、止まり方急に止まるわ。飛ばしてよいしょ。はい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 、分かった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 。あのね、急に止まんのやめてほしい、ほんまに。これね、まあ攻略法もクソもないっすよね。かわして、基本はジャンプでかわして打つ打つ。急に止まらない、急に止まらないね、ほんとに。あかん、焦りすぎ。ああ、いい感じ使ったつもりやったっす。スタートボタン押したつもりやったっす。もう無理。下手くそやな。ちょっと我ながら下手くそすぎて申し訳ないです。いやー、なんか感じなんですよね、これ。パワーロックまで行こうか。パワーロックまで行こう。どついてある。こうなったらガーン、当たらへん。そうか、スライディングできひん。スライディングできひんのはちょっと痛いな。ノーマル戻ります。
途中で止まらないで。あれジャンプできん。はい、どうも操作性が悪いな。自分の思うように動いてくれないこの歯がゆさ、すなわち下手くそと。はい、ゲットしました。なんとか、プラントバリア&ラッシュジェットアダプター。お、これはバリアですね。はい、ステージセーフと。よし、じゃあ30分経ちましたので、キリのいいところで動画移動お願いします。